はいどうも、いい店長です。ですね、今日からちょっと始めようと思ってます。ですね、とりあえず、DIY、なんちゅうかな、ホルツとか、ボディペンを使った、缶スプレーを使った、補修方法、ちょっと、今日からやっていこうと思います。ですね、とりあえず、まず、まず、車のボディの、まず、第1回として、車のボディの色、ちょっと見方をちょっと説明したいと思います。車のボディって、一応これシルバーやねんけど、一応ボディっていうのは必ず色番号ってあるんやんか。カラーナンバーっていうの。それをちょっと今からちょっと調べてみましょう。ですね、とりあえずちょっとさっきこれハイゼットやねんけど、まずボンネット開けます。これ、基本的にボンネットってこの辺に多分、これレバーがあるから、このレバーをポンと引っ張って、ほんでから、ボンネットを開けます。ボンネットを開けましたら、大体車でコーションプレート置いて、大体ボンネットについてるんやけど、あれこれ、ないな。コーションプレートがないやん。大体、基本的に車のポイントのこの辺ぐらいに大体コーションプレートで、プレートがあるんやんか。多分これはないから、多分このボディのとこちゃうか。ボディのとこ、あれないな。あれこれどこあるのコーションプレート。あれこれどこ、えなんでないの、あったあった。これですよね。これ、わかります、見えるかな、見える、これ、このプレートに、このカラーって書いてあるやんか。これ、あの、カラー028って書いてあるやんか。この028がこの色の塗料なんよ。S28 という塗料。多分この S は多分シルバーという意味やもんやけど、S28 っていうのがこの塗料の色です。とりあえずな、この S28 をちょっと覚えててほしいんやんか。で、これ、このボディカラーのナンバーは S28 っていうボディカラーです。で、ちょっと、ちょっともう一台見てみようか。もう一台、僕、これちょっともう一台持ってるから、これ、一応、これは、アクティバンやねんけど、アクティバンも同じように、ボンネット開けて、これもコーションプレート探します。コーションプレートですよね。この車は、ここやね。ここやね。これはコーションプレート、こうですよね。これは NH578 が、これボディカラーのナンバーです。これプレートやねんけど、ここに NH578 書いてあるから、これがボディカラーです。ならまた。とりあえずこういう感じで、まずトルを発注するに、買いに行くにしても、この番号がなかったらもうどうしようもないから、とりあえず、これでちょっと番号分かったと。とりあえずこの城は、ホンダの NH578 っていう色やから、だからこっちは、何だったかな、S28 っていう色です。とりあえず、ね、これで一旦ちょっとまた、この色、もう色分かったんで、次今度色を発注というか、とりあえずはホームセンターでも何でもいいけど、色を探しに行こうと。ただ、あんまりホームセンターって基本的にあんまり行かん方がいいから、なんでホームセンターか、オートバックスでもね、オートバックス、イエローハットでもそうやねんけど、なんでか言ったら、多分その、缶スプレーだけではすまんと思うから、あれかいこれかい絶対言われるから、とりあえず、ちょっと後で、基本的に、僕の場合って、別にボディ、ホームセンター、あったらあったらそれでいいんやけど、アマゾンの方がええんちゃうかなと、俺は個人的な意見やねんけど、とりあえずアマゾンで買おうかなと、とりあえず思ってます。では、一旦切ります。はいどうも、いい店長です。ですね、今日からちょっと始めようと思ってます。ですね、とりあえず、DIY、なんちゅうかな、ホルツとか、ボディペンを使った、缶スプレーを使った、補修方法、ちょっと今日からやっていこうと思います。ですね、とりあえずまずまずその車のボディの、まずその第1回として、車のボディの色のちょっと見方をちょっと説明したいと思います。車のボディって一応これシルバーやねんけど、一応ボディっていうのは必ず色番号ってあるんやんか。カラーナンバーっていうの。それをちょっと今からちょっと S28 っていうボディカラーです。で、ちょっと、ちょっともう一台見てみようか。もう一台、僕、これちょっともう一台持ってるから、これ、一応、これは、アクティバンやねんけど、アクティバンも同じように、ボンネット開けて、これもコーションプレート探します。コーションプレートですよね。この車は、ここやね。
ここやね。これはコーションプレート、こうですよね。これは、これは NH578 が、これボディカラーのナンバーです。これ、まあこれ、一応これプレートやねんけど、ここに NH578 書いてあるから、これがボディカラーです。ならまた。とりあえずこういう感じで、まずその、まあ、あの、まあ、塗料を、取り寄せ、発注するに、まあ、買いに行くにしても、この番号がなかったら、もうどうしようもないから、まあ、とりあえず、まあ、これでちょっとまあ、番号は分かったと。まあ、とりあえず、この白は、ホンダの NH578 という色やから、だから、こっちは、その、何やったかな、S28 という色です。まあ、とりあえず、ね、これで一旦ちょっと、また、この色、もう色は分かったんで、次今度、色を発注いうか、まあ、とりあえずは、まあ、ホームセンターでも何でもいいけど、色を探しに行こうと。まあ、とりあえず、あんまりホームセンターって基本的にあんまり行かん方がいいから、なんでホームセンターか、まあ、オートバックスでもね、オートバックス、イエローハットでもそうやねんけど、まあ、なんでか言ったら、まあ、あれ、これどこあるの？ポーションプレート。あれ？これどこ？え？なんでないの？あったあった。これですよね。これ、わかります？見えるかな？見える？これ、このプレートに、このカラーって書いてあるやんか。これ、あのカラー028って書いてあるやんか。この028がこの色の塗料なんよ。まあ、S28 という塗料。まあ、たぶんこの S は多分シルバーという意味やもんやけど、S28 っていうのがこの塗料の色です。まあ、とりあえずはこの S28 をちょっと覚えててほしいやんか。で、このボディカラーのナンバーは調べてみましょう。ですね、まあ、とりあえずちょっとさっきまあ、これハイゼットやねんけど、まずボンネット開けます。これ、まあ、基本的にボンネットって、この辺に多分、レバーがあるから、このレバーをポーンと引っ張って、ほんでから、ボンネットを開けます。ボンネットを開けましたら、まあ、だいたい車だの、まあ、コーションプレート置いて、だいたいボンネットについてるんやけど、あれこれ、ないな。コーションプレートがないやん。まあ、だいたい基本的に車のポイントのこの辺ぐらいに、だいたいコーションプレートでプレートがあるんやんか。多分これはないから、多分このボディのとこちゃうか？ボディのとこ、あれ？ないな。